それでは皆様、第2部始めたいと思います。席にお戻りください。ここからは J ブルークレジットの活動報告会および意見交換会を開催したいと思います。昨年度の活動報告が1件、昨年度の活動報告およびプロジェクトの PR が3件、そしてプロ今年のプロジェクトの PR が18件、県22件。 の発表がございまますずは1件目、多様な主体が連携した横浜港における藻場づくり活動の活動報告をお願いしたいと思います。横浜港のプロジェクトは2020年度、2021年度と J ブルークレジット認証・発行されております。 その、えー、今年度の活動報告をお願いしたいと思います。それでは準備ができましたらご報告をお願いいたします。えー、皆さんおはようございます。えー、金沢八起東京アマモバ再生会の関係と申します。えっ、ー、と今ご紹介いただいたように2年前のえっ、ー、と第1号になるんでしょうか。認証それから昨年度も引き続きクレジットをいただいてます。今年はちょっとお休みをさせていただいてますけれども。 えとどんな活動してて、クレジットをいただいたものをどう活用しているかっていうお話をさせていただきます、最初のこの写真は、昨年の4月にですね実際に再生したアマモ場に、クレジットを買っていただいた企業の方々と一緒に見学会をしたときの写真で、なんかポテトみたいみんな頭出してますけど <laughs>、たまたま雨降ってて、すごい寒い日だったんで、こんな形になってしまいましたけれども、こんなことをしたと、次のスライド、お願いします。 自分で自分でやればいいんですかね。はい、そしたらええとご存知ない方のため、あの東京湾のあの衛星写真でオレンジ色のところがあの先ほど写真が出てきた。クレジットを作った場所ですけれども、活動自体はもともとは横浜の海の公園という左下の方にあるところでやってます。で、種場は木更津のちょうどアクアラインの田元だったり。 横須賀の走り水というところだったりまあそういうところから種を取ってきて海の公園のアマンマがちょっと台風の影響で衰退しているのでちょっと今お休みさせてて種は他のところから取ったりしていますがベイサイドはまあ今は実際はあの活動をしてなくてモニタリングだけしているという状況です。でえっとまあつらつら書いてあるのは読んでいただければいいんですけれどもえっとアマモとアカモクをそれぞれクレジット申請をしています。 アマモの方は関東地政さんがやられている海プロジェクトというまあこの一瞬で QR コードを読むのは難しいと思うのでえっと後でググっていただければいいんですがあの企業の方々と一緒にもともと活動していましたあのセブンイレブン記念財団さんとか東京ガスさんとかマル日ァニチロさんとか東洋建設さんとかまあいろんな企業さんと一緒にやらせていただいているのと横浜市漁協さんはあの多面的な機能の,あの交付金であの一緒に活動するということで。 もともとはそういったいろんな方々の連携で取り組んでいたものです。で赤目の方はちょっと右側にありますけれども関東地設さんが作られた実証実験の朝場で赤目を増やす実験をしたのが自然に周りに散らばっていってそれを今漁師さんが取り尽くさないように持続的に生産をされているというものになりますで。でまあ,あの これも JB さんのホームページに見れば載っている情報なんであので詳しくは説明しませんけれども1年目、2年目こんな企業さんに買っていただいていてであのセブンイレブンさんとか東京ガスさんはもう10年以上ずっと一緒に活動してますしあの下にあります東京海上日動さんも今年からあの海プロジェクトに参加をいただいてえと創出する側にも 回ってていいただいてますで先ほど桑井さんの話に連携ってありましたけれども我々の目的はあのクレジットをいただくことではなくてそれを通じて企業の方々とつながって一緒に現場で活動しましょうとなのでまあぶっちゃけそのクレジットが多かろうが少なかろうがまあどうでもよくてですねそれをきっかけに 企業の方々も何をしていいいいか分からないっていうご相談をよくいただくので、じゃあ一緒にやりませんかということで、ご賛同いただけるところは一緒に活動していると。いただいたクレジットを昨年、先ほど写真ありましたけれども、実際にもアマモの再生した場所に行って、船、小舟でですねあの見ていただく。ちょうどあの歌詞が伸び始める時期の、まあ、そう触りぐらいだったので、ポツポツとありましたけれども、それと同時に上の写真2つの。 えと右側の方ですね。これはあのえとメンバーがあの水質調査とか水中ドローンを入れて水中映像を撮ったりとか、そういうことを並行してやってるっていう写真になります。で、高齢はできるかなえとですね。動画なんでまどうでもいいんですけど。えーとおお まあ再生したままどんな様子かというのはこれ水中道路の映像ですけどやっぱりこういう映像を見ていただくと企業の方々もこんなに生き物がたくさん魚がいっぱい集まる場所になるんだっていうやはり実感を持っていただけるそういう意味ではその映像の力っていうのは非常に大きくてあの今日もご参加いただいているあの大島干潟の関連の方々もあの世界一受けたい事業で増さんが取り上げていただいたことでだいぶ反響があったっていうお話も伺いましたけれども。 やっぱりテレビの力とか横浜の場合はあのダッシュ海岸に出ている木村さんあの皆さんご存知かと思いますけれどもまあそういったやっぱりメディアのそういった報道に乗るとかですねそういったものがあの非常に大きいのでぜひそういったあのぜひあのクレジットを作るだけではなくてその後ぜひその買っていただく企業さんと連携をしていくっていうのも皆さんにもやっていただければもっともっと活動が広がっていくかなというふうに思いますえ以上です。 はい関さんご報告ありがとうございましたそれでは続きまして大島干潟から、えー、つながる周南市ブルーカーボンプロジェクト in 徳山下松港のご報告をお願いしたいと思いますこちらは昨年度に引き続き今年度も J ブルークレジットを認証発行されており今回は昨年度の活動報告と今年度のプロジェクトの PR を お願いしたいと思いますそれではご準備できましたらよろしくお願いします皆さんこんにちは山口県周南市産業振興部水産課の山本と申します 私は昨年度から大島干潟からつながる周南市ブルーカーボンプロジェクト in 徳山下松子プロジェクトの J ブルクレジットに関する業務についており、この度は申請者を代表いたしまして、J ブルクレジット活動意見交換会における、昨年度の活動報告およびプロジェクトの PR をさせていただきまますすしししばらくくの間ごごよろしくお願いいい申し上げますはじめに南市についてでございます。 本市は山口県の東南部に位置する人口約14万人、面積は東京23区とほぼ同じ、約656平方キロメートルで、北は中国山地を背に、南は瀬戸内海に面した都市でございます。沿岸部には周南コンビナート群が立地しており、その発展を支えてきたのが、昨年2月に開港100周年を迎えました、徳山下松港でございます。次に大島干潟についてでございます。 大島干潟は徳徳山山松港山地区の漁港区域内に位置します大島干潟の概要といたしましては、徳山下松港の港湾整備促進及び瀬戸内海で創出した浅場の再生を目的とした事業が背景がございます。内容については、港湾整備の一環として、えー、航路、白地の整備に伴い発生した大量の春節土砂の 有効活用することで、アサリの自立的再生を目標とする干潟を、国土交通省中国地方整備局により、平成15年から平成29年度までの間に、期間で約29ヘクタールの人工干潟を造成していただき、平成30年3月に本市へ移管され、管理しているところでございます。併せて国から本市へ移管される際に、大島干潟を保全し、樹脂的かつ主体的な地域づくりへの取り組みを促進し、 地域の活性化へつながることを目的に、平成29年11月に、地元、住民と漁業者から構成された大島干潟を育てる会が発足されました。ここでは、大島干潟での保全活動と環境学習についてです。人工干潟ゆえ、何もないところからの保全活動が平成30年4月から始まりました。それからのの約5年間の主な活動内容についてですが 月に 1, 1回から2回程度の定期的に保全活動が実施され、被覆網のメンテナンスとして、網にかぶった砂の除去、アサリの稚貝育成や生涯の間引き、アサリ増殖に向けての勉強会、アサリの畜養試験、カキのシングルシード養殖実験などがあります。毎回、10人から15人程度で作業を分担して実施しており、山口県漁業協同組合集団統括支店と、 周、えー、南市もオブザーバーとして参加しております次に環境学習の場としての活用についてです、えー、環境学習の場としては、えー、平成17年度から毎年秋頃に国土交通省主催による海辺の自然学校が開催されております地元と中間地域の中山間地域の小学生を対象として干潟の生物について関心を高め自然環境の大切さを思う心を育てることを目的とされておられます 当日は午前中に地元小学校で座学を行い午後から大島干潟に移動して海洋動植物の観察やアサリの間引き体験を実施しておられます昨年度からブルーカーボンについても勉強学習するようになりましたこの学え環境学習では大島干潟を育てる会の会員はもちろん漁協や市も協賛として参加し子どもたちの学習のお手伝いをしております ここでは、ブルーカーボンオフセットクレジット制度の活用についてです。まず、保全活動団体である大島干潟を育てる会の現状と課題についてですが、定期的な保全活動をしておりますが、会員の年齢も高く、ほとんどが60から70代であり、この5年間で若い世代の加入もなく、会員数は15名と伸び悩んでおります。また 当初予定していたより、あさりが取れず、出荷もできない活動団体の収入がほとんどなく、新しい引き込みやあさりの違いが購入できない状況となっておりました。これからも安定して継続的に活動していくためには、若者層を対象に加入を働,ける働きかけることと、えー、保全活動に必要な資材を購入する資金の確保が重要な課題でした。 そこで、昨年度からジャパンブルーエコノミー技術研究会、JB が主催される J ブルークレジットに申請して、活動資金の確保に取り掛かりました。大島干潟でのアサリやカキによる保全活動をすることで、藻場、干潟の水質が良くなり、海藻類が光合成をしやすくなり、藻場にあるアマモ、干潟にあるコアマモなどが拡大することで、より多くの CO2 を吸収する、副次的な効果が認められ、申請し、認証されました。 認証発行クレジットは、令和3年度は44.3トン、令和4年度は32.4トンと認証していただきましたが、昨年度から約12トン CO2 が減少しました、えー。ここでは昨年度に比べて 吸収量が減少した理由について説明します大きくは算定方法の変更によるもので2点あります1点目は非読分ごとによる実製面積で算出されたことです実際アモバに関しては現地調査によって昨年度より約1ヘクタール 拡大されていることが確認できたのですが、実生面積を算出したところ、アマモバコマモともに計算上減少したことになりました。2点目は、自己評価から確実性評価に変更となり、実生面積に対して95%、吸収係数に対して80%を上ずることとなり、結果的に CO2 吸収量が申請段階で32.4トンとなりました。 昨年度の44.3トンに比べると、約 12. 12トンも減少してしまい、えー、少し悲しい気持ちになりましたが、新たに日本の先定部のガラモモアや、周辺部である沖山でのアマモアを発見することができ、今後は干潟内のアマモアの全体の広度を上げていくことと、新たに発見したガラモモアなどを広げていくことにも着手してまいります。 次に、JB のホームページに掲載しております、プロジェクトの概要および特徴、PR でポイントでございます。昨年度の活動報告としまして、育てる会においては、定期的な保全活動がメインとなりましたが、昨年度の J ブルクレジットを14企業団体に購入していただいた資金を活用して、夏季の養殖試験施設の増設ができ、従来の3倍以上に一度に3000個の養殖することが可能となりました。 これにより出荷までに約3年かかるアサリに加え毎年出荷できるカキが大量に加わったことで干潟全体の2枚貝が増えアマモやコアモモへの成長へ良い影響を与え拡大つながると考えております漁協においては漁業権が設定されている大島干潟を含む周辺部での漁業活動について運営委員会に諮り許可し特にアマモを守るために大島干潟内をナマコケタ網漁の 近領区ににに設定さされれれておられ間接的にの拡大に寄与されます市では、えー、漁港区域内にある大島干潟の管理者として、えー、保全活動を支援する,支援をするとともに独自にブルーカーボン推進事業,事業を立ち上げ大島干潟を周南市のブルーカーボンの拠点と位置づけ市内、立地域にもブルーカーボン生態系の創出拡大を目指し今年度から3年計画で実施してまいります。 次に特徴や PR ポイントでございますが、今後は大島干潟での保全活動の活性化による地域振興や水産振興を目指し、J ブルクレジットを活用することで、企業などのより多くの人々とつながっていき、持続可能な保全活動となることで、カーボンニュートラルへの貢献による地,域地球温暖化の抑制はもちろんのこと、生物多様性の向上にも貢献すると考えております。 えー、ここからは、えー、大島干潟での、えー、と保全活動以外のイベントについていくつか紹介させていただきます。えー、これらは周南市のホームページ内にあります大島干潟日記とし,として、えー、と日記風に紹介したものです。えー、最初に、えー、と左側の、えー、と昨年6月4日に日本テレビ系列で放,送放映されました、えー、世界中受けたい事業のことです。 番組収録は1か月前の5月5日にあり、快晴に恵まれたとても良い撮影となりました。ロケに参加された元アナウンサーのタスマ,イマ,スマスタイツさんが、人工干潟でのアマモワの生育状況に驚かれたことと、ブルーカーボンという言葉を広めて、流行語大賞を狙いますと言われたことが印象に残っています。あと、番組内の順位付けで、第3位にしていただいたことも良かったです。次に 真ん中の昨年6月13日に、専門家、先ほどです、ね、発表された関係さんの方に来ていただきまして、お迎えしまして、アマモの観測会を実施しました。当日は育てる会、漁協、国,国交省、市が参加して、アマモの生態について説明を受け、実際にアマモの種取りについて指導を受けました。併せて水性生物の観測 使いも実施され、モンゴウイカとその卵、幼稚魚、タツノオトシゴを観察することができ、改めて大島干潟での生物多様性を認識することができました。次に、右側の昨年9月9日から11月22日の約2か月半の間に、徳山下松港開港100周年記念事業として、大島干潟にて小学生社会見学を実施し、 市内はもちろん、近隣の下松市、光市も含め、小学5年生を対象に、全8回、延べ12校、522人が参加,して参加しました。基本、えー、徳山下松校内にある各事業所を回るバス,、えー、バスで回るコースの一つとして、約1時間という短い滞在時間の間に、ブルーカーボンについて勉強してもらい、アサリの育成や海辺の生物の観察をしてもらいました。 短い時間ではありましたが、参加した小学生には、マイクロプラスチックごみ問題も含め、陸上からのごみのポイ捨てによる海洋汚染についてもお話しすることができました。続きまして、左側の昨年11月7日に、毎年恒例の海辺の自然学校を開催しました。今回は 令和3年度 J ブロックレジットを購入していただいた企業、団体にお声がけし、総勢20名以上の多くの方に参加していただき、大島干潟での環境学習を見学していただくことにより、大島干潟での保全活動や環境学習がどのように実施され、クレジットで得た資金が大島干潟内でどのように活用されているかを実際に見ていただくことができました。これを機に、今後もつながってい,いけることに期待しております。 次に、真ん中の、えー、昨年11月9日に、えー、翌日10日からナマコケタアミ漁が解禁になるのに合わせて、大島干潟内はき、えー、と禁止区域となることを示す表示灯3基を設置しました。アマモが冬に芽を出して成長するに合わせて、えー、禁止区域を設けてアマモマを保護することは、ブルーカーボン生態系の拡大にはとても大,大切なことではあります。 最後に右側の1月20日に、えっと、第1回大島干潟ブルーカーボン交流会を開催することができました。この交流会は初めての試みとして、地元中学生と J ブルークレジットを購入していただいております企業、地元企業の社員に参加していただきました。中学生にはアサリの間引きを、企業には古くなって菊網の撤去を体験していただき、中学生は要領よく短時間でアサリの間引き作業を、 企業は日頃一枚につき三十分程度かかる作業を十分もかからずされ予定以上の枚数を撤去していただきました作業の後は場所を地元市民センターに移し大島干潟で採れたアサリや牡蠣を使ったアサリ汁焼きガキを試食してもらいクイズ形式で大島干潟でのブルーカーボンを勉強してもらい短時間では短い時間ではありましたが地元中学生とえっと地元企業としっかりと交流ができました 来年,度も来年度以降もこのようなイベントを続けてまいりたいと思います。最後に、今後の大島干潟での展望としまして、昨年度の認証発行クレジット量が日本一ということで、CO2 吸収量の増量についてかなり重要視しておりましたが、今年度は全国的にもものすごい数値を出されているプロジェクトがありますことから、今後は大島干潟の特性である人工干潟、 を全面的に出して CO2 吸収量だけではなく生物多様,その多様性の観点からも水生生物が住みやすい海洋環境づくりや地元や企業などと一緒に活動することでの地域活性化を進め水産振興や地域振興につながるナンバーワンではなくオンリーワンを目指したプロジェクトでありたいと考えております。なお、私個人としては 生物多様性において、数年前に発見された、準絶滅危惧種であるウミヒルモを再発見して、子どもたちに見せてあげたいと思っております。最後の最後になりましたが、今年度も大島干潟のジェーブルークレジットを購入していただいた企業、団体の皆様、この場をお借りしてお礼を申し上げます。あありりりががとととううごごござざいいまままししたた以上で私からの発表となります聴 はい、大島干潟のご報告ありがとうございましたどのようにクレジットをですね活用されているかというのは取り組みが非常に他のプロジェクトにも参考にしていただけるのではないかと思いましたマスさんもぜひ聞いていただいて次回は参加していただければ嬉しいなと思っておりますはいそれでは次に移りたいと思います、えー、続きましては兵庫運河の藻場干潟と生き物の生息場づくりプロジェクトのご報告をお願いしたいと思います こちらオンラインでのお発表となりますこちらも昨年度今年度と JBC をジャジャパンブルーク,、えー、クレジットを認証発行されており今回は昨年度のご活動報告と今年度のプロジェクトの PR を15分でお願いしたいと思いますよろしくお願いいたします皆さんこんにちは兵庫業共同組合代表理事組合長の糸谷でございます この度は、昨年に引き続き、兵庫運河プロジェクト J ブルクレジットの認証をいただきましたこと、ありがたく厚く御礼申し上げます。J ブルクレジットの活動も2年目に入り、ようやく地元住民や企業の方々に活動内容を知っていただき、協力していただけるようになったことと感じております。 それというのも今年度2.1トンの発行量の認定をいただき21口の購入者申し込み公募をいたしましたところ即完売となりましたそれだけ近隣企業様の関心が高まってきたということだと思います今後はモバが要する炭素吸収量の維持 拡大を目指し、自主的なモニタリング活動を地元の方々と共に実施いたす所存でございます。まずは、この1年間、地元の方々の活動を、実務者である、組合理事、伊藤谷健一より簡単にご報告させていただきます。はい。それでは、活動を。 活動報告をさせていただきます次お願いします、えー、まずあの僕たちの活動する兵庫運河についてご説明させていただきますすみません次お願いします、えー、兵庫運河は、えー、兵庫県の神戸市の えー、神戸港につながる運河でして、えー、ちょうど青く塗られた部分になります。でその部分のちょうど中央部赤い丸で囲っているところなんですけどその部分で、えー、僕たちの活動は行われています。次お願いします えー、兵庫運河は、えー、明治時代に神戸港への古来船舶の航行に長所であった和田岬を迂回するために作られた海路になります高度成長期には物資の運搬貯木場として神戸港の発展を支えてきましたしかしその反面水質汚濁が進み神戸市内で一番汚い海域になってしまいました現在は 地元住民・地元企業による清掃活動の努力の甲斐あってきれいな運河に戻りつつあります次お願いします、えー、運河の中に、えー、現在このような二つの干潟がありここで活動をさせていただいております次お願いします 1、えー、一つはですね、えー、っとキラキラビーチといいまして2012年頃に整備前のこの場所に天然のアサリが生息していることが分かり保全と増殖を目的に活動を開始しました、えー、その活動が認められて神戸市港湾局に整備をしていただきと同時にアマモの移植をここで行いました次お願いします もう一つは、えー、近畿地方整備局に神戸港の防波堤の撤去材を用いて干潟を造成していただきました、えー、できて3年ほど経ちますが天然のアサリなどが着底し、えー、生き物も増えてきておりますで小学校の目の前にあり環境学習等に活用しています次お願いします えー、次お願いします、えー、兵庫運河では、えー、5つの団体が協力して、えー、海の再生 次、お願いします。で、えー、年間のスケジュール表みたいなものになるんですけど、えー、と年間を通して、えー、定点観測であったり、えー、モバ作りであったり、環境学習、清掃活動などを行っています次お願いします。 こちら映ってますのですお進みください兵庫運河にはもともとモバがあったわけではなく人工的に作られた運河なので、えー、モバをー増やすことは簡単なことではなくて、まあ、試行錯誤を繰り返しながら、えー、兵庫運河全体を雨ごまにするということを目的に目標に、えー、モば作りなどを行っています次お願いします。 次お願いします,すませんで次は、えー、地元小学学生との環境学習になりま,す、えー、まあ一見ブルーカブの取り組みとは関係のないように見えるんですけど、えー、実はこれが結構重要だと僕たちは捉えていますで、えー、まず3年生でアサリを通して干潟、まあの大切さを学び 4年生でアマモを通してモバの大切さを学んでもらいますでそして5年生で僕たち漁業者なのでこの2つの土台のもとに豊かな水産資源があるということを学んでもらいますで次お願いします 子どもたちと一緒に里見づくりをします。すると、地域の人が運河に目を向け、応援してくれるように、応援してくれるようになります。小文化の周辺の企業の方々も応援してくだ,くださるようになります。大学生や高校生、専門の先生方と調査をしたり、次お願いします。地域のイベントや清掃活動にも。 積極的に参加をし地域の方々と関わりを持つことで海の再生を軸としたコミュニティが生まれます次お願いしますこれこそがブルーカーボンの取り組みの本質だと僕たちは考えていますブルーカーボンが CO2 の固定吸収 もう去ることながら、まあみんなで海について考えるとか。まあ目標のような旗振り役的なことになってくれることを。漁業者として期待しています。以上になります。あ、伊藤谷さん、ご報告ありがとうございました。ブルーカーボン以外にもさまざまな活動されている様子がですね、分かって非常に参考になったと思います。ご忙しい中、ありがとうございました。 はいありがとうございます。それでは続きまして、4件目のプロジェクトに移りたいと思います。4件目は、j パワー若松総合事業所周辺護岸に設置したブロックによるモバ造成プロジェクトのご報告をお願いしたいと思います。こちらも昨年度、今年度と J ブルークレジットを認証発行されており、今回は昨年度の活動報告と、今年度の プロジェクトの PR を15分でお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、えー、っと電源開発の鍵本と言います。 っ、えー、と今年も去年に引き続き、あのクレジットを認証いただいたということで、あ,、えー、ありがとうございますあの。私どものプロジェクトあの、皆さんのものと若干変わってまして、変わってるっていうのは、ちょっと種類が違うかなと思ってますあの。自然の干潟を使われて、それでいろんな活動をして、ブルーカーボンをあのゲットされると、とゲットというか、創出されると。 そういういなな活動なんですが私どものやつはここにありますようにも人工の構造物、まあ、言ってみればコンクリートで作った、まあ、コンクリートの代替,代替材で作ったあのコンクリート構造物ブロックですね消波ブロックそれをあの基盤にしてそこから生えてくるあの海藻類が吸収する CO2 というものを対象にして いい、えーえー、いただいただものととううふうなことですあの私も土木屋で私もって言ったらいかんですけど私は土木屋であの若干今日の,あの発表も土木の方に軸足があ,あ,あるような内容になってるかもしれないですけど、まあ、あのちょっと聞いていただければと思いますえっとこれプロジェクトの,あの PR ペーパーで JB さんのホームページに載っているものです若干あのえっと おおおお加工はしていますが例えばあの昨年度は、えー、15.6トンであったのが今年度10.5トンというふうなことになってますよというふうなところぐらいであとはあの乗ってるものと一緒です。私どもの特徴は あのまあ、先ほど言いましたあの、人工構造物に付着する、あのそ,そこから出てくる海藻というふうなことで、えー、これをどうやったら、その普通のコンクリートと比べて、えー、よりたくさん藻が生えるようにできるかというふうなところに努力をしているというところです。あの例えば、まあ、今年度やっててきたものののものののの特徴として 表面形状の工夫でって凸凹のアバターのいっぱいあるあのコンクリートのブロックの表面が見えると思うんですけどこれあの普通の土木屋から言わせるとこんなのを絶対許せないツルツルのきれいなあの コンクリート表面じゃないと嫌だと受け取らないっていうふうに言うんですけど物気持ちになって考えるとあれしがみつきやすいんだよねというふうなことでまああの私どもがあの普通に使っている普通っていうかあの継続的に使っているものも若干ザラザラっとしていてそこからあのイメージをして例えばこんなものを作ったらどうなるかなというふうなことの実験をやったりしていますま。そうやってその人工の構造物まあグ,リーンあのグレー インフラって言うんですけどもそれに加えてプラスこういう工夫をしながらもが生えやすいあのグリーンインフラああえと両方合わせてグリーングレーハイブリッドインフラの一つとしてこれをもっともっとあの発展させていきたいなというふうに思っているところです。もともと私どもこの活動をやろうとしたきっかけなんですけど。 あのウルカーボン、もう早やそうと決して最初から思ったわけじゃなくて、純粋土木的なあの興味からあということです、これ、あの2013年にあの北九州のエリアで、えー、相当大きな台風が、まあ、沿岸域通ったときの,あの設備の,あの被災状況ですあの、1枚目のペーパーにあの大きな、あれ、海面処分場なんですが、護岸があって、昇波ブロックがあってっていうふうなあ、そういうところですね。 あ,のおあそこに、えーえー、っと左上にあの車の中から撮った写真があると思うんですけど、到底外に出られないような状況、これあの、台風が収まった後ですけどあの、道路上にあんな石がゴロゴロと出てくると、この石って、まあ、人が立ってますけど、こんなもんなんです、1トンぐらいの石が敷き詰めてあるのが表に出てくる。 で消波ブロックがずれ,ずれ落ちちゃうっていうようなことこれを補修しなきゃいけないっていうのが一番最初のきっかけだったんです。であの、えっと、重量を重たくするのがあの効果的だということで、えー、通常の,あの生コンと比べて、えー、比重の重たいものにするためにあの重量骨材を使った特殊なモルタルを使って。 と補これあのえっ、ー、と2016年からその私どもの,その重量をコンクリートを使って、えー、補修をずっと定期的にやってるんですが、まあ、こういうご周辺護岸のところに昇、えー、波ブロックを作って基準規線で埋めたりそれとあとあの角っこの辺りなんか波が集まってきて。 大変なのであそこに補強用にブロックを置いたりとかいうふうなこんなことをあの継続的にずっとやってきていたと。でまあその えー、の2016年からあだいたいテトラボットの形状五竜米宮のもので200個とかあと同じような四竜米宮のものをあの300個程度ずっと定期的にあの報酬工事に使ってきて、えー、土木的には、まあ、あの実績としてあるというふうな形です。で初年度に 一回あのまあ特殊コンクリートっていうか私どもが作り始めたコンクリートなんであの最初にドーンと一気にやっていくの,あの怖い,あいかんなと思って最初にちょっとブロックをあの置いてみたのが2015年なんですねでこれが一番最初のきっかけなんですあのもがつきやすいかもしれないっていうふうに思ったきっかけで2015年の10月それで8か月経ったあとにちょうどあの ヒゲが生えたようにももごもごもごっとこうついてますよね。あれ荒め荒めですけど、八ヶ月でこれぐらいつきました。で、あの安定性とその壊れてないかを見るために置いたものが。 藻がこうやってつくのでは面白いなというふうに思ったのが一番最初のきっかけです。でその次の年から藻がどうしてあの早くつくんだろうとかいう実験を土木屋なりにいろんな人たちの意見あの実験を借りながらあと実験を4年間ぐらいやってきました。 でも結局土木屋が計画するので、えー、クリアにはよくわからなかった。というのが、あのオチなんですけど。あの、それでも、まあ、あの、今年度も継続していろんなことをこうやってる。というふうなところです。これ、あれ、どうやって動かすの。動画はこれ、どうやって動かしたいんだろう。あ、これか。あの、これがですね、あの、ちょうど角っのところに置いたブロックで、あの、去年の。 えっと4月のゴールデンウィーク前ぐらいの状況なんですでこれあの、4年目、えー、設置して5年目、4年目ぐらいですかね、あの状況なんですが、あの設置して翌年でも大体これぐらいのもがあのついて、えー、っといたというふうな状況でした。あのさっっきキキキラララとど,どうやったらいい うまくあの海面にキラキラ見えるのがメバルの子なんですね。でまあゴミのように見えるんですけどあのメバルの子がわーっとこう湧いてきて下にあのこれはホンダワラが反応してるとこんな状況です。でまあ、これがなんであの えっとたくさんもがつくんだろうなっていろいろまあ,あの専門の人たちと話を聞いていた、えー、っときにこれは去年の絵なんですけどごつごつザラザラしてますよねあのこの私どもが作ったやつってあのスラグを使ってるもんでブリーの土木的に言うとブリーディングがバーッと出てなかなかその表面がアバタとかザラザラ。 すするんですこれ数年経ったもので余計にあの見えてきてると思うんですけど普通のコンクリートに比べるとこのザラザラ凸凹がたくさんあるとそれが一つの大きなあの生物に対して藻に対していい効果を与えてるのかなと今想像をしているところです。それ以外にもいくつかあの思うところ とあの着目点があるんですけど例えばこういうふうなもの土木屋の通常の常識概念でこんなものを引き取れないと発注者は言います私どもも発注者ですけどそういうことではなくってもがつきやすい,い,いもの気持ちになるとあの引き取れないんじゃなくてこういうものを作ってくださいっていうのがもしかしたらいいのかもしれないなというふうに思ってるってことです。けど 左の方にあのちょっとでこぼこゴツゴツとしたようなあの教師体があると思います。あのこういうものを作って北九州の実証試験場といってますけどそこに置いてどういう形状がどんなものがもがつきやすいのかっていうのを継続観察中です。左上にあるのがあれ公安技研さん があの作られて、まあ、共同研究で進めてるんですがそれを作られて置かれてるものであのちょうど真ん中と下のものが私どもがあ作ったもの,、まあ、あのいかに安く簡単にあのデコボコしたものが作れるかということで、まあ、真ん中みたいなものを作って左側がデコですで右側がボコの,あの教師体とでこういうのを作ってつきやすさを試しているというふうな状況です。<laughs> でまあ,あの補修工事を2017年からずっと続けてるというふうなことで、えー、今年度は大体1 0ーから1 0 0ー,ターこれ1年で補修工事をあの継続的に続けてるんですけどブロック1個だけの変化見てもよく分かんないので、えー、っとその10メーターからいける1 0 0ーの1年経ったものが1年目のもの3年目のもの5年目のものこれ当然12345年目のデータがあるんですけど。 どれぐらいもがあの、えー、と平均的についてるかっていうのを観察をしたりしています。であとは、えーまあ、JB さんの,その、えー、と評価基準の中で「ひど」っていうふうに「ひど」で,で評価をするということになってます。だけどいろいろまたあの関係者と話をしてるときに。 あのひどっていったって例えば平面的に生えるものと立体的に生えるものっていうのは違うじゃないですかと、まあ、そうだよねというふうなことでじゃあ立体的に生えるその部分の,その体積いやじあの重量っていうものを測ってみようかっていって、えー、ここにあるような左下にありますあのブロックにもうがバーッとついてるんですけどあの刈り取って散髪をして。 えー、その分量を測ったりそれとヒドとの相関を取ったりとかそ,そんなことを今年度はやっていましたとであとはまあここでまた土木屋チックになってくるんですけどああいうそのデコボコしたものとかあの特殊なものをあと年間200個ぐらい作るのに生コンさんに持ってっても作ってくれないんですよね特殊品で、えー、数量少ないので。 だけどじゃあどうして作るかっていうのは簡易に製造するような設備っていうのをなんか作らないといけない私どもちょっと適当なあの簡易設備でずっと作ってたんですけどあの皆さんにあのその他の事業者さんにも使ってもらえるような形で整備しないといけないなということでこれちょうど、えっと、昨年度あ2021年度にあのと簡易設備をもう少し良くして え品質がどうなんだっていうデータをきっちりと取っていきました。これ細かくは説明しません。あのえっ、ー、と品質管理は通常のそのナコンレミコンと同じ程度の品質管理ができるあのえっ、ー、と素材ですよというふうなことが確認できました。あと今日はその J ブルークレジットのあのブルーカーボンなんですけどプラスアルファまたおまけをいろいろ考えていてあの。 えっと、セメントって、えー、っと素材由来の CO2 の発生量が非常に多いので、まあ、今回の,その私どもの作っているものっていうのは特殊特殊っていうかあのセメントを極力減らした形で作ったそのコンクリート代替材料で、えー、まあここであのこういうコンクリート J ブルーコンクリートって私ども勝手に名前を付けましたが。 一流米あたりの素材由来 CO2 が90キロ程度通常のものが270キロ相当相当素材由来 CO2 が少ないものになっているので今,後まあ今年度から来年度にかけてこの低炭素性っていうものをもっと生かしたような例えば削減のクレジットを考えていくとかそういうふうなことに発展させていきたいなと。 当然あのジブルークレジットあのブルーカーボンについても先ほどの凸凹の結果を取ってきて考えるというようなことをもやっていきたいと思っています。えご清聴ありがとうございます。鍵、はいはい、本さんご報告ありがとうございました。あのつるつるのコンクリートが好まれると通常思うんですけども、こういった凹凸を生かして発想の転換でして使用量も削減できると。 いわゆる新しい取り組みをご紹介いただいたと思いますはい、続きまして、えー、午前中最後のご報告になりますご投資モバを活用したカーボンニュートラル促進事業のご報告をお願いしたいと思いますここからは今年度初めて J ブルークレジットを認証発行されたプロジェクトのご紹介になりますそれではご準備ができましたらプロジェクトの PR をお願いいたします えーはいえー、ただいまご紹介いただきましたご、五島市ブルーカーボン促進協議会の原と申します。普段はですね、五島市役所の水産課の職員として、えー、業務を行っております。えー、本日はですね、五島市藻場を活用した、えー、カーボンニュートラル促進事業ということで、えー、事業の PR をさせていただければと思います。えー、ご市の、えー、まず概要になるんですけども、あのー 今ですね「舞い上がれ」という朝ドラでもですねちょっと注目を頂い,いておる、えー、いるんですけども長崎県のですね大体、えー、いい西に100キロ行ったところにある島になります、えー、本州はですね、えーまあ、昔から漁業が盛んというような、えー、特色を持っております、えー、本州のですね今の海藻の状況なんですけども この皆様の,にあの左上の地図なんですけれども、これがです、ね、平成26年に、えー、航空写真をもとに五島、えー、市の海藻の状況をマッピングしたものになります。ただです、ね、これが平成26年当時というところで、現在のです、ね、また同じ調査をして、このマップを作ろうとしたらです、ね、全く色がついてない地図が出来上がるのかなというふうに考えております。 じゃこのご当地のです、ね、磯焼けになっている原因なんですけども、えー、まあ地球温暖化とか、ですねいろんな原因はもちろん複合的に絡んで,も絡んでいるものと考えておりますが、えー、主な原因としては、ですね、えー、右上に書いてあります、イスズミとかアイゴ、ブダイ、こういった食食性の魚類であったり、ガンガゼやウニなどの食食性生物。 これらがですね、海藻を食べること、まあ、食害ですね、と呼んでいるんですけれども、食害によってまあ海藻が減少しているというふうに考えられております。もちろん、ですね、こういったあのイスズミとかガンガゼとか、こういった生物については、昔から、もちろん五島の海にいたわけなんですけれども、えー、まあ水温等のです、ね、環境変化によりまして、えー、まあ海水温が上がっているというところに起因して、ですね、冬場に今まではこうじっと、 食欲もなくなってです、ね、じっとしてた生物が、えー、冬場も海藻を食い荒らしているというような状況でございます。ご当地ではです、ね、ひじきやわかめなどの海藻が主に反茂しておりましてこれらの、えー、海藻自体がです、ね、冬に芽が出てきて春にかけて、まあ、あの成長していくとで、えー、夏場にはもうなくなってしまうと。 いうところで、今まではですね、冬場に芽が生える時期にまあ、食べられることがなかったけど、今は食べられているというような状況が起こっております。で、えっ、ー、とイソネス資源の推移なんですけれども、これ右下のグラフを見ていただけたらと思います。約だいですね、平成10年頃から急激にガクッと、えー、海藻が減っているのがわかるかなというふうに思います。 でではですねこの海藻を復活させるためにどういった取り組みをやっていこうかというところで後藤市ではですねマニュアルりりをままず初めにやっております、えー、勝手に後藤モデルと呼んでるんですけども、えー、そういったですね地域各地先において、まあ、磯焼けの原因が違うというところで、まあ、魚が主な原因食べる魚をです、ね、が原因となっている地域においては移、えー、をしきったりとか。 そういった生物自体をこう駆除する仕掛けを作れないかというようなところで取り組みをしております。これが先山モデルというふうに呼んでおります。次に玉の裏モデル。こちらはですね、えー、ま内湾で比較的こう魚による食害が少ないという地域においては、えー、まこういったガンガゼなどのこう駆除を行うというような取り組みでございます。で、次にえ種苗生産モデルなんですけども。 五島市みたいに磯焼けがこう進行してしまった地域ではなかなか海藻の種自体が手に入らないという現状がございます。まあ、陸上のです、ね、畑でこう考えてみていただけたらすごく分かりやすいんですけどもあの食べる、まあ、生物ですね、まあ、陸上でいえばイノシシとかシカですねそういった生物をこう駆除したりとか、えー、そういった生物からこう畑を守ると。 いうような取り組みはできているんですけれどもあとは何が必要かというところになるとやっぱり種まきが必要という状況でございますで、えー、まあなかなかですね磯焼けが進むと地元でそういった種が手に入らないというところでまあ陸上におけるですね種苗生産体制の構築であったりまあ地域間におけるですね、えー、母層供給ネットワークというところで、えー 私の,ある私の地域にある階層をあなたの地区の階層と交換してというなんです、ねまあ、簡単な仕組みなんですけどもそういった取り組みを行っております、まあ、こういった取り組みを通してです、ねえーまあ階層を復活させて、えー、ブルーカーボンを活用していこうというところで本市ではです、ね、令和3年10月29日に五島市ブルーカーボン促進協議会というものを立ち上げております こちらの協議会は、ですね管内の漁協さんであったりとか、漁業者の方、まあ、地域の企業さんですね、そういった方であったり、まあ、専門機関の方に入っていただきまして、えーまあ、磯焼け対策と、えー、ブルーカーボンの創出というところを取り組んでいるところでございます。また、ですねこの協議会の中にあの、磯焼けバスターズと要は名付けられたです、ね、組織があるんですけれども、 このです、ね、後藤モデルをできたところで、じゃあそれを立地区に横展開していこうという段階なんですが、やっぱりあの後藤市もです、ね、人口がすごく減っておりまして、えーまあ、担い手の不足であったりとか、高齢化、まあ、そういったところが、えー、課題となっております。で、その磯焼けバスターズではです、ねえー、各地域で、まあ、今まで磯焼け活動等にこう尽力いただいたです、ね、経験や知識のある漁師さんとか、 えー、地元の観光のスキューバダイビングの方であったりとかそういった方に入っていただいてです、ねえー、そういった担い手や高齢化で活動ができない地域のお助け部隊として後藤モデルをですね横展開していこうというような形で取り組みを行っているところでございます。でえー、本でではですね、えー、令和3年からまあこういった活動を続けて 続けた結果として、まあ、令和4年のですね春に、えーまあ、面積でいうと大体18ヘクタールぐらいの藻場、えー、が再生しております。はいでまあ、それで12.1トンという認証をいただいたような形になっております。はいまあ、今後もですね、えー、この協議会を主体として海藻、まあ、を再生、維持再生する取り組みであったり、また今後はですね、えーまあ、地元の 子どもたち担い手の確保に向けて、まあ、教育学習であったりとか、まあ、シンポジウムの開催等をです、ねえー、実施しながら、えー、豊かな海とブルーカーボンというところでうまく取り組みを続けていけたらというふうに考えております。でまあ、このクレジットの販売、もしできた場合には、ですねこういった再生活動を引き続き継続していくための資金として、ですね活用させていただけたらなと。 いうふうに考えております。はい。ありがとうございました。はい。後藤原様、どうもありがとうございました。後藤氏モデル、いろんなところで問題になっている、の磯焼けに対して。非常に参考になる取り組みなんじゃないかなと思います。ありがとうございました。以上をもちまして、午前の部は終了となります。